よーかじっこちょこばー、タイポンです。それでは FIFA19 アルティメットチームやっていきたいと思います。今回はスカットバトルの報酬がね、今日月曜日の9時から、報酬が来て受け取れますので、まずこれ無課金アカウントの方ですね。こちらの方の報酬を受け取りたいと思います。どこまで行ったかな？エリート3ぐらいまで行った気がするんだよな。それエリ3だね。OK です。完了。何もらえんだっけ？メガパックとゴールド選手パックと1万2000コインか。これもう無課金の人からしたら本当に最高だよね。じゃあ早速パック引いていきましょう。もう無課金の人は絶対やった方がいいね、これは。てかプロも来てんじゃんと思ったら、これ俺はね、無課金だから引いてなかっただけか。じゃあプレミアムゴールド選手パック。いや、これでやばいの来たら最高だよ。いや、ウォークアウトではない。ウォークアウトではないけども、フレンド依頼が届きました、謎に。お、スモーリング。いいっすね、普通に。プレミアのコスパに変えようかな、なんか。いや、ブラジルなんだけど。うわ、もうこれちょっととりあえず全部保存ですね。チェンバレも来てるわ。OK です。じゃあ次が、プレミアゴールド選手パック。もう一パックか。いや、これで多分3万、なんか当たって3万コインとかまで行ったらやばいんだけどな。3万、4万と。いやー、壁のんではないけど、しく打てる。しくってますね、本当に。お、ディンスアレス、ベネデット、いいっすね。とりあえずアイテム保持でね。じゃあ次がメガパックです。いや、これ頼む、マジで壁ドンくれ。無課金アカウントで壁ドン来たらやばいよ。あー、ウォークアウトではない。いや、壁ドンじゃない、これはやばい。あ、でもニャブリめっちゃ高く売れるから、これは最高ですね。確か6800コインとか、多分結構それぐらいの値段で売れた気がするんだよね。ちょっと見てみよう。これはでかい。あー、やっぱそうだね、落ちちゃったのかな。だとしても結構高く売れる。素晴らしい、ありがとうございます。 OK。 あ、しかも1000コイン、こういうの最高だよ。でこれ被ったやつももうとりあえず遺跡リスト送って、はい、 OK です。それじゃあちょっと、次はね、普通のメインアカウントの方で、引きたいと思います。はい、それではメインアカウントの方に切り替えて、じゃあ、それスカットバトル、報酬受け取りましょう。これ、エリート1いったよね。OK、最高です。さあ、レアメガパック2個と、3万コインですね。エリ1いったら最高にいいよね、こりゃ。トップ100俺入ったことないね。途中まで入ったことあるんだけど。それでジャンボプレミアムゴールドパックがね、アルティメットエディションのあれで来てるので、それも引きたいと思います。まずこっちから引こうか。ジャンボプレミアムゴールドパックの方から。まあ壁ドン来たらいいなっていうレベルだね、正直。いや、来ないね。スペインのゴールキーパー、アイクリスタルパレス、はい、これは外れです。外れです、はい、これは外れだよ。で、ちょっと待って、これは、一回全部あれして、選手たちは一回取っておきましょうかと。で、負傷と、はい。まあ、これはちょっといらないですね、もう。OK。クイックバ客って、なんて略すんだろうね。クイバ、やっぱクイバかな。さあ、2パック目、ジャンボプレミアムゴールドパック。さあ、ウォークアウトではない。ウォークアウトはね、この下のステージの、EA って文字がね、最初から浮かび上がってんすよね、ルークショー。ルークショー、僕は太ってるんじゃない。ルーニーみたいな体質なんだ、みたいなこと言ってなかった？ルークショー。何言ってんねんと。そう言いたくなりますけど。あ、なんか重複してんな。誰が重複してる？あー、まあ、クイックバイとかでいっか。OK。しかもコインもらってたな、今。コインが。これは嬉しいですね、1000コイン。最高です。さあ次、メガレアメガパックね。これ結構いいと思うんだよな。これ当たんないかな。まあでもレア枠普通に、うおー、ウォークアウト来ました。ウォークアウトでした。今ステージ光ってたんでね。ドイツ CM レアルクロース、マジかよ。クロース5万コイン6万コインぐらいしなかった？普通に当たりですね、大当たり。やったー。まあ2体目なんですよね、これ。実は当たったことあるんですよ、クロース。やった、マジか。これめちゃくちゃ嬉しいぞ。
うおー、しかもうおダーラバも来てる、マジか、やば。しかも TOTW も当たってるし、しかもこいつ高い、あ高くねえわ多分これクイック開脚するタイプの選手だな。いやーやべえ、マジすげえ、超当たってんだけど。いやレアメガパックは確かなんか去年も結構当たった気がすんな、そういえば。オッケー、あサンリー来てる、サンリーとかちょっと高そうだな普通に。あそうでもない、まあでも移籍リストに送っときましょうか一応ね。はい、マジか、いやーこれ2回連続かあのウォークアウト来たら最高に嬉しいんだけど。さあレアメガパック引きましょう。外がちょっとざわついてんのなんかしんねえけど、うわさすがにウォークアウトじゃなかったわ。ただ壁ドンしない、いやー完全にクロースに吸い取られたわ。まあバカ横か、でもいいよバカ横は、バカ横はセリアコスパで使えるんじゃない、去年すごい強かったけど。じゃあこれ全部移籍リスト送っていきましょうかとりあえずね。いやーまあクロース当たったのはでかいね、しかもアラバも当たってたからね、アラバも当たったのはちょっと驚きだわ。フィットネスはめっちゃ使うんで、ない残しておきたいですねとりあえず。あ万有のこれいいね、ティグレスのこれはいらないや、ユニフォーム。いやーめちゃくちゃ嬉しい。はい、ちょっと一応移籍リストに入れたので見ていきましょうか。クロース、アラバ、セルジロベルトで、ここの84、85、90、 TOTW よりも当たってるっていう状況ですね。いややっぱねスカバトはやった方がいいね、エリーチまではちょっと頑張ってやった方がいいと思うね。まあエリーチ行かなくともエリニーとかぐらいまで行った方がやっぱ報酬がうまいんで。だってこれ無課金の人がさクロース、アラバなんて当たったらもうこの時点で10万コイン稼いちゃってるからね、普通にやばいよねそれ来たら。いやめっちゃ嬉しい。はい、ってことなんで皆さんもね、あのスカバともし今週やってなかった人は、まあ来週、まあ今週からか、また今日から、新しくね1週間始まるので、ぜひ皆さん毎日スカバと消費して、頑張ってエリート目指してねやってください。はい、もうそれでパック引いて、無課金の人とかもこれ大切なんで、かなり、はい、パック引けてコインももらえて最高です。無課金に優しいあのスカバトなどでね、しっかり消費しましょう。それじゃあここまでご視聴ありがとうございます。この動画がよかったと思ったらグッドボタン、まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、バイオニー。